こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は腹筋に効かせるハンギングレッグレイズの解説をさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。ハンギングレッグレイズ、皆さんも聞かれたことあると思うんですけれども、腹筋のフリーウェイト、ほぼ自重のトレーニングの中では非常に負荷が強い種目になります。ハンギングっていう名前がついている通り、ハンガーが吊るされているような、見栄えになるっていうところから、そういうネーミングもついております。腹筋トレーニングは非常にこう地味な見た目の種目が多いんですけれども、このハンギングレッグレイズは結構見た感じの映え感もあるというところで、非常に負荷が強い種目なので、私自身も腹筋のトレーニング時は行うことが多いんですけれども、そのポイントについて解説させていただきたいと思います。早速ですけど、どういう種目なのかやっていきたいと思います。懸垂バーとか上にぶら下がるところがあればどこでもできるんですけれども、まず肩幅少し広めに握っていただいてですね、そのままぶら下がります。でこの状態から足を上にこう持ち上げてくる動作になります。何回かやっていきます。このまま持ち上げて下ろす、持ち上げて下ろすと、こういう風な動作になります。通常の仰向けに寝転がるレッグレイズでは、足が上がったところ、収縮したところで、負荷が入らない状況になります。ただ、伸ばしたところで腹筋が伸びているところでは負荷が入るような形になるんですけれども、このぶら下がっている状態は、その逆でですね、ぶら下がっている状態では、腹筋にはあまり負荷はかかってないんですけれども、足を上げて腹筋が収縮してくると、負荷が強くなるというところの種目になります。またですね、腹筋の特性上、腹筋っていうのはこの胸骨から恥骨につながっている筋肉で、背中を丸めていくことで鍛えられる筋肉になります。これは上半身のこうクランチっていう動きと同等なんですけれども、足を上げる時もですね、骨盤が後傾する形を作っていただいて、足を上に持ち上げるっていうところが、ポイントになってきます。なので、腹筋に効かせるハンギングレッグレイズの場合、スタートポジションからですね、このまま骨盤を少し後傾して、足から背中を丸めていくような形でぐーっとへそを見るような形で持ち上げていくと、腹筋が収縮しやすくなるというところです。で、足を上げる位置に関しても、この90度からさらに少し上まで持ち上げていただくと、さらに強い負荷が腹筋に与えることができますので、そういったところも意識していただければなと思います。ハンギングレッグレイズの注意点なんですけれども、状態が常に不安定なので、しっかりですね、体幹を意識していただいて、体がぶれないように意識するということが重要です。よくですね、体の反動を使って、足を持ち上げる形でこういうふうに足を持ち上げると、もちろんね、この下半身足を上げる筋肉も使うんですけれども、腹筋にかかる負荷っていうのは少なくなってしまうので、あくまでも腹筋を鍛える、背中を丸めるっていうところを、意識していただければなというふうに思います。もう一点ですね、ハンギングレッグレイズをする時の、注意点というかですね、このようにしてぶら下がるにしても肩関節に負担がかかります。これは肩の柔軟性等にもよるんですけれども、そういった形で肩が痛くなる方は、こういうアブストラップという形で、こういったものを売ってますので、こういったもので、肘でですね、状態を固定していただいて、でこのまま足を持ち上げていただくと、肩の関節に負担なく足を上げることができますので、試していただければと思います。で、最後にもう一点ですね、非常に強度が強い種目になるので、足を伸ばした状態で持ち上げれないという方は、膝をですね、曲げた状態から膝をぐっと持ち上げてくるような形で、練習していただくと、かかる負荷も
軽減されるので、こういったところから取り入れていただければと思います。今日はハンギングレッグレイズの解説をさせていただきました。腹筋のトレーニングは本当にたくさんやるんですけれども、まあ、その中でそれぞれ特徴がありますのでですね、その都度自分に合った種目を選択して行っていただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。またBレジェンド公式サイトでも新商品やセールのご案内を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。